ーです。ピンクラテ D 始まるよ。イエーイ。はい、なんと今日はお久しぶりにモーリーファンタジーさんに遊びに来ました。はい、見てくださってる方は分かると思うんですけど、今日の企画はですね、なんとドーム型のクレーンゲーム3分間取り放題対決です。で、なんと商品ピンクラテのかわいいかわいいグッズたちがたくさんあります。かわいい。去年とね、また違ったデザインでとってもかわいいです。今回はこちらの商品が3分間も取り放題できるということで、夢のような企画です。メイは経験者なんですよ。こちらのプロだ。そう、プロです。前回あんま見れなかったんですけど、まあ、一応メイは経験者ということで、今回対決なんですけど、この2人はまだこちらのゲーム未経験ということで、まずこの2人で対決してもらいます。で、勝ったどちらかがメイと対決できるという、マリアだそのそういう企画になってます。ゆずさちゃんは結構クレーンゲームはしたりするんですか？まあ、じゃあ言うよ、うん、マリアちゃんあんましない、ね、あんましない。ちょっとフラグ立てちゃいましたけど、じゃあ早速やっていきましょうか。やっていきたいと思います。せーの、どうぞ。頑張ります。ゆずの狙いは？ゆずはピンクのものを狙っていこうと思います。ピンクのもの。でもこのキラキラのが点数に入んないんで、このピンクをちょっと避けていこうと思います。はい、今はこのポーチを狙っていきます。めっちゃ可愛い。これって何ですかね？リップクリームです。おー、チークやアイシャドウやいろいろあります。めっちゃいいです。じゃあ二人とも準備いい？はい、 OK です。じゃあ3分間いきます。よーい、スタート。あ、大きい急に。え、うまい、うまい、ゆずはちゃん、うまいよね。え、うまくない？ゆずはちゃん、うまい。いいんじゃない？え、いい感じですよね。いいんじゃない、いいんじゃない。あ、なんか落ちたよ。乗ってはいるんだよね。乗ってはいるんだけど、上にいっぱい乗ってる。上？上にいっぱい。上だよ。お、あ、落ちた。来たんじゃない？来たんじゃない？え、重りもうちょっとで落ちそう。お、待って待って、いけるいける。頑張れ頑張れ。さすがに重り落としたい。頑張って、1分真剣に。あ、うまいじゃん、うまいじゃん。あ、いいんじゃない、その入り。重り、あ、こっちだ。やった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 重り落ちました。やったやった、やったじゃん。重り落ちた、重り落ちた。お、すごい。いいシーズン7、6、5、4、3、2、1、終了。じゃあ取れたものを集めて、何個集めたか発表しましょう。
めっちゃいい勝負ね。する気がする。ね。じゃないじゃない。じゃあ早速数えていこう。はい。いいですか？はい。せーの、1、2。もうちょい見せて。落としたのですごい楽しかった。よかった、楽しかった、うん、ということでメイと戦えるのはやったマリアは応援隊でお願いします。ユズ応援しよう。おでユズはメイちゃん応援するから。ありがとうございますではやりましょう。はい、はい、で早速勝負していきたいと思います。頑張れ、レッツゴー。そしたら今勝ったユズハと前回やったプロのメイ2人で対決していきます。3分間いきます。よーい、スタート。上手。最初から取れてる、すごい。おもりをクマのポーチとコスモと。おもり打った。おもりもう打ったの。さすがプロ。ゆずもプロになんなきゃ。え、おもり2個落としたい。頑張れ頑張れ。あ、いいんじゃない、いっぱい救えた。いい感じですよね。やばい、やばい、すごっ。残り1分、頑張れ。落ちない。1、2、3、4、5、6、7、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、1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 8、9
8、そんなにまだプール9 10 10 10 11、そんなに12、さっき超えた13。おすごい、かわいい、もういつも取れてハッピー、めっちゃ取れるじゃん。ショック。なんなら一番少なくなかった。3人で7かな。ビリダウン、ビリダウン、やばい。エマリ8、この並び。じゃあこういう順番で。でもみんなめっちゃ取れたね。ね、めっちゃ取れた。うん。可愛いし嬉しいし。ね。すごい。ハッピー。さっき今日の企画の優勝は。ゆかです。イエーイ。まさちゃんのね、経験者の名誉ビリなんですけど。あれ？今日はちょっと右手にパワーが入ってる。ああ。今日調子が悪かった。また行ったり、ね、行きたいです。うん、ゆずはがめっちゃうまかったね。うまかったね。なんかずっとチャラチャラ言ってんのも、なんか才能があるのかもしれないね。はい。なんと今こちらにさっき撮った商品だけでなく、撮れなかった商品とかも全種類置いてあります。わあ、可愛い。めっちゃ可愛い。ね。でこちらがなんと去年一昨年もボーリーファンタジーさんとかで可愛い商品を出させていただいてるんですけど、今回もこちらコスメとかね、ポーチとかヘアゴムとか、うん、こちらがピンクロックハッピーホリデーコスメということで、早速ちょっとじっくり見たいんですけど、うんうん、気になってるものとかありますか？やっぱりポーチが、ポーチかわいいよね、うん、2種類あってカラーがね2種類だった。中がね透けてるんだよね。いいかわいい。何が入ってるかね分かるっていうか、お泊りセットとか入りそう。あれね、便利ね。これシャンプーとかね入りそう、入りそう、入りそう。中がね見えてるっていうの本当ね、目すごい助かるなと思って。いいよね。しかもデザインがね超可愛いの、うん、でもちゃんと綺麗にしとかなくちゃね。そうだよ、ゆずはちゃん、そうだよ。でこっちはくまさん、うん、でこれ裏にも柄ある。そう、裏の柄可愛い。ね、可愛いよね。茶色と紫、超可愛い。めっちゃ可愛い。ここにもねピンクラテンって書いてあるんです。しかもね結構入るこれ。確かに確かに。これさ、取ったやつとか入れるし、ね、いいよね、いいよね。コスメセットみたいな感じで、ね、かわいい。結構入る、結構入るよ、うん、嬉しいですね。ポーチはね、どんだけあっても足りないから、うん、もう荷物多すぎて。そうなんだよね。そうなんだよね。そうなんだよね。やばいんだよ。はい、ぜひポーチゲットしてみてください。してね。でメイ個人的に全部すごい可愛いなと思うんですけど、チークがね、わかる。まあまあ分かってた、分かってた、分かってた。カラー展開多くてさ、5種類あるのがすごい。5種類あるから、ね、パーソナルカラーとかもあるしね。最近ねイエベブルベとかあるから、それに合った感じのカラーもあるし、しかもさこのケース、そう、うんうん、超可愛い。めっちゃ可愛い、うん、クマちゃんにだけクマちゃんピーとか書いて、そう、クマちゃんもあったり、お花とかチェリーとか入ったり、女の子らしい感じ、うんうん、めっちゃ可愛い。ゆずが気になってるって言っていい？いいよ、いい。ゆずこれ気になってて。これはリップ、リップ、うん、これ開けてみたんですけど、はい、全部色が違うんです。見してください。見たい見たい。見てこ、見てこ。じゃん、紫。お、可愛い。ピンクで、周りは青。可愛くない？ね。あ、甘い香りがする。本当だ。うん、めっちゃ嬉しいよね。でもあんまり色はつかない。ね。でも保湿。めっちゃ保湿されるこれ。うん、学校にも使えるね。ね。うん、しかも何よりデザインが可愛いっていうのね。わかる。持っててテンション上がるので。わかるわかる。しかもさ、ここが可愛い。ね、これねポイントだよね。しかも取りやすさもあるしね。うん、他にもね、アイシャドウとかもありますよ。うん、ね。色がピンクと青、色、うん、青、こっちはほぼピンク、3色、うん、色の違うカラーっぽいね、うん、夏っぽいカラーです。カラーメイク流行ってるからね、緑とか使えるんじゃない？夏使えそう。ちょっと取りたい。赤とか、うん、かわいい。めっちゃかわいいね、うん、
え、使える、これは夏とかに。え、かわいい。いいね、いいね。そこまでザ・青みたいな感じじゃないから、うん、使いやすい。肌なじみのいい感じのアイシャドウ。なんかこれチークにもできそう。ね、そうだね。うん、しかもちっちゃめだからポーチとかにも。いいね、ぜひ。めっちゃ好きなのこれ。ね、ずっとテンション上がってる、ね。本当にこれ好き。ハートの形。グラスです。そう。おお。やばくない？匂いもね、めっちゃ甘い香り好きだよ、これ、うん、みんな。めっちゃいい匂い。しかもさ、ラメ、そう、ね、ラメ可愛いよね。つけた時絶対テンション上がるよ、ね、今ゆずこれつけてる。あ、つけてる。ご覧ください。つけてるんですよ。ツヤツヤしてる、うんうん、いいツヤ感ですね、はい、ありがとうございます。ちゃんとね、2色ある。ちょっと濃いめで、ちょっと薄めみたいな感じで、うん、かわいいね。めっちゃかわいい。かわいい。これは欲しいですね、ぜひ。次はマニキュア。マニキュア、これね、テンション上がるよ。かわいいよね。え、さ、このめっちゃラメめっちゃかわいくない？かわいい。今回キラキラ多い。キラキラまみれです。たっぷりのラメとラメみたいな。うん、なんか前回より色がかわいくなってる、さらにね。超キラキラ。女の子嬉しいね、これ。え、でもめっちゃキラキラはしてる。うん、キラキラ感がね、ちゃんとキラキラ。色塗った上からとかもいい。そう、うん、ちょっと見えにくいかもしれないみたいな。すごい可愛いよ。しかもね、何色かある ?5 色5色5色もあったら全部欲しくなっちゃうよ。クレーンゲームだからさ、楽しみながら。そう、ね、うん、いいよね。そしてまだあると。これちゃんとピンクラテって書いてある。クマちゃん、こっちは。こっちはお花とかさくらんぼ。めっちゃ可愛い柄です。可愛い、女の子っぽい、うん、でピンク嬉しいんじゃない？え、ピンクは可愛い。めっちゃ可愛い。2種類欲しいね。ね、どっちも欲しい。ちょっとぜひゲットしてくださいね。こっちはコスメとかではなくなるんですけど、おしゃれ、おしゃれ、身につける系ですね。可愛い。ヘアゴム、こちらの3色になります。柄がね、また違う。ちょっと、うん、こっちは同じ柄で桜もめっちゃ可愛い。ね、今回ね、桜もとクマちゃんって感じなんですけど、そうだね。クマの白と茶色が出て、ね、めっちゃ可愛い。白クマ。しかもさ、ピンクラテって書いてある。ね、ピンクラテが目立つ。ピンク。可愛い。夏らしいカラーだからね。ね、夏使えるよこれは。めっちゃ可愛い。シュシュ結構使うくない、うん。しかも髪の毛にさ、ポンってあるだけでさ、え、可愛いよね。ゆずはちゃんの今日の髪いいじゃん。ね、めっちゃいいと思う。ありがとう。つけて帰るか。つけて帰っちゃうかな。ガチで可愛いです、本当に。なんかギャルっぽさもあるね。なんか最近流行りの感じ、うん、結構トレンド感のある、うんうん、はい、商品が多いです。メイクに使えるものとかね、うん、しかもなんかあんまり難しい色とかじゃないから、うん、初心者の子とかでもね、チャレンジしやすいよ ね。だからちっちゃい子とかでも全然いける。なんか幼稚園とかそれくらいの子はさ、うん、お化粧とかに興味持ったりするよね。その時にあんまり色つかないマニキュア。そうそうそう、いいかもしれない。これだけで使っちゃう。楽しめていいです。うん、はい。そしてなんとこちら、さっきのシュシュの色違い、紫なんですけど、こちらはオンラインクレーンゲーム、モーリーオンラインブライズ専門店、ブライズスポットパラさんでゲットできてしまうということで、すごい。ちなみに、そう、オンラインでお家でもチャレンジしてゲットできるということで、さ、これはチャレンジするしかない。うん、お家でできちゃいますよ。お家とかね、なんか最近さ、ゲームに飽きちゃったんで、何をしようって結構悩む時間あって、うん、そういう時にあの、まさにオンラインクレーンゲームやったりするんですよ。すごい楽しいんで、この機会にやったことない子、ぜひ試してみてください。はい、本当に楽しいです。これがね、お家でゲットできちゃうっていうのもね、また、うん、すごい現代感ある。やってみよう。はい、もちろんね、店舗に行ってね、楽しみながらやるのもいいと思うんですけど、家族とかお友達とかと一緒にお家でやるのもいいんじゃないかなって思います。いいね。ぜひこの機会にゲットしてみてください。こちらのピンクラテハッピーホリデーコスメは本日6月23日よりモーリーファンタジーさんとパラさんで順次登場ということで、お、本日です。
ぜひぜひ今から、今からですね、今から行っても OK、うんうんうん、もう待ちきれないよね、ぜひゲットしてみてください。こんな可愛いジャニーあったらね、私は絶対行きますけど、行きます行きます行きます、絶対行きます。今見ながら移動してるっていう、ああそういう全然全然、うん、もう本当に可愛い商品いっぱいなので、ぜひ近くのモーリーファンタジーさんとかパルさん行ってみてください。みんな遊びに来てね。思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。